six years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. Tasted sweet perfume on a mountain grass, oh Lord, I was younger then. Take me back to when I... はい、皆さんこんにちは。はい、今日はですね、エド・シーランのキャッスル・オン・ザ・ヒルをのイントロ A メロ弾いてみようということで、はい、やっていきます。で、解説入りますけども、まず最初ですね、ワンフレーズ目コードだったら D になりますね。で、4弦のまず開放で、次人差し指で3弦の7フレットで、次小指で2弦の、10フレット押さえます。で、この3音ですね。で、結構かき鳴らしますので、こうってやりたいので、右手を大きく振らないと、なんていうんですかね、迫力が出ないんで。でもそうしちゃうと他の弦に当たっちゃうんですね、右手が。なんか違う余計な音も鳴ってしまうので、ここで一つ中指余ってますよね。中指で5、6弦のあたりに軽く当ててミュートします。右手が当たってしまっても音が鳴らないようにします。そうすることで思いっきり弾けますので、やってみてください。これは3音しか鳴ってないですよね、今5、6はミュートしているので。で、1弦の方は小指の腹が当たっているので鳴りません。はい、やってみてください。はい、で、ストロークなんですけども、ジャージャカジャージャカですね、ずっとも。で、1音目を強く弾いてあげると雰囲気が出ます。次2フレーズ目なんですけども、オクターブ奏法というやつですね。まずコードのルート音、一番低い音ですね、のオクターブ上を一緒に弾く。これ最初 D なんですけど、5弦の5フレットと4弦の7フレットですね。これオクターブ上の音になりますので、一緒ですよね。これで、このスタイルで構成していきます。はい、で、コード進行なんですけど、さっきコード進行言いましょうか。で、でですね、はい、で、次が F シャープ、 D スラッシュ F シャープですね。なのでこうなんですけど、ルートはここなので、オクターブ弾くときは6弦の2フレットと4弦の4フレット、はい。で、次そのまま1フレット上がってもらいます。ここですね、 G ですね。なんで、はい、ここまでいったら次はBb-7 なんで、6弦7フレットと4弦の9フレット、はい。で、次が、A ですね。なんで6弦の5フレットと4弦の7フレット。で、最初に戻るんですけど、ここまでいったら D に戻るんですけど、戻る前に1回、D フラットを弾きます。で
ね、弾いてみると。こうですね。はい、続いて A メロ入ってコードなんですけど、まず D ですね。はい、こう行きたいんですけど、一弦弾かなくても形になるので、こことルート音だけですね。234弦、はい、D ですね。で D スラッシュ F シャープ、さっきの D に F シャープのルートを足します。親指の方が私は押さえやすいんですけど、これていくかていくかですね。でそのまま F シャープのこのルート音ですね、6弦の2フレットを1フレット上げてください。こうですね。ここも G 押さえてもいいんですけど、親指そのまま上げた方が楽なんで、もうここは D のままですね。で次、Bm7、 こうです。5弦の2フレットと、さっきの23弦は D のままですね。はい、でこれ終わったら A です。普通の A コードですね、メジャーの。はい、続けて弾いてみると、はい、で A メロはミュートさせて強弱をつけてで弾いてください。いきます。すごい好きなんですけど、なんか空を飛んでいるような気分になります。これを聴いてたらすごい気持ちいいんで、ぜひルーパーを使ってやってください。では。